ウェブ人の青木です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみとなっております。ご了承ください。お問い合わせはベルベル人ウェブストアにお願いいたします。これから紹介する商品は9月の14日夜21時にアップされる商品になります。よろしくお願いします。詳しくは概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方をチェックしてみてください。それでは T シャツの方からご紹介させていただきます。はじめにこちら、ちょっとタグの方が切れちゃって見えないんですけど、表記 XL のフットボールティーですね。ラバープリントの2段ですね。こちら袖にもラバーでプリント入ってます。裏もこういう感じですね。ちょっと色あせてていい雰囲気出てます。こちらサイズ XL なので、僕が着てちょっとゆったりするいいサイズ感ですね。こちらで6800円に消費税です。続きまして、こちらタグは取れちゃってるんですけれども、チャンピオンのフットボールティーです。こちら珍しいプリントですね。こちらも袖にラバーでプリント入ってます。裏もこういう感じでナンバリングが入ってますね。おそらく表記が M サイズぐらいです。僕が少しちょっとちっちゃい感じになります。こちらで5800円に消費税です。続きまして、こちら1992年に起きたロドニーキング事件っていう黒人差別反対の運動の時のその時の T シャツですね。こちらサイズ表記が L サイズです。首周りにポツポツとシミがあるんですけれども、ブリーチしていただければなと思います。プリント染み込みですね。裏は状態いいです。そしてサイズ表記 L なので、僕が着てちょうどいいサイズ感のサイズ感ですね。着丈が短くて身幅しっかりあるんで、いいシルエットです。こちらで6800円に消費税です。続きまして映画 Tじゃあトロイですね。ブラピが主演していた時の T シャツで、コピーライト2004年入ってます。タグの方がちょっと切られちゃってて、サイズ表記わかんないんですけども、おそらく XL ぐらいあります。こちらバックは無地ですね。こちらおそらく僕が着てかなりゆったりするサイズ感です。じゃあトロイ面白い映画ですよね。僕も好きな映画です。こちらで7800円に消費税です。続きまして、スペシャルロングビーティーいきます。こちらフルメタルジャケットですね。サイズ表記が XL サイズ50-50です。裏はこういう感じですね。状態いいです。こちら1987年公開の映画なので、ボディが AT なので少しちっちゃい感じなんですけれども、サイズ表記 XL で、僕が着てジャストサイズです。ちょうどいいサイズ感ですね。じゃあフルメタルジャケット本当に見かけないんで、次いつ見れるかどうかっていうぐらい本当に希少な T シャツなので、おすすめですね。こちらで49,800円に消費税です。続きまして、こちらもスペシャルです。ナチュラルボンキラーズのミッキーのプリントの T シャツです。じゃあムリーナの M サイズですね。M サイズですけど、 L よりの M サイズな感じですね。こちらバックプリントも入ってます。で、こっちにここにちょっとちっちゃい穴があるんですけれども、それ以外はボディ状態いいですね。サイズ表記が M サイズですけど、先ほどの T シャツと同じぐらいの感じで、僕が着てジャストサイズです。こちらもやっぱナチュラルボンキラーズもなかなか数は少ないですね。で、年々本当に高騰してる T シャツなんで、ここら辺は、まあ、今買っとくのがおすすめかなと思いますね。こちらで79,800円に消費税です。続きましてリバースリーブいきます。こちらチャンピオンの、刺繍タグで、M サイズですね。じゃあスクリプトロゴのこの首のリブが二重になっているタイプですね。じゃあ程度めちゃくちゃいいです。
ちょっと袖にペンキ飛びがあるんですけれども、それ以外はしっかりボディ肉厚で状態いいですね。じゃあ M サイズ、僕が着てちょっとちっちゃいサイズですね。こちらで7800円に消費税です。続きまして、こちらグレーのスクリプトロゴ、こちらはサイズ表記 XL です。刺繍タグです。こちらも程度いいですね。バッグも程度いいです。 XL なので僕が着てゆったり着れるサイズ感ですね。こちらで7800円に消費税です。続きまして、こちらもシュータグの XXL です。こちらはラバーの3段ですね。状態いいです。じゃあダブル XL なので僕がかなりゆったりするサイズ感ですね。女性の方がダボっと着ても可愛いと思います。このプリントのちょっと擦れた感じもかっこいいですね。こちらで7800円に消費税です。続きまして、こちらもシュータグの WXL、 こちらはケンタッキーのプリントですね。こちらも状態かなりいいです。じゃサイズ表記 WXL なので、こちらも僕が着てかなりゆったりするサイズ感ですね。ケンタッキーいいですね。自体が好きです、僕は。こちらで7800円に消費税です。続きましてヴィンテージスウェットいきます。こちらタグが切れちゃってるんですけれども、紫です。パープルですね。ちょっとペンキ飛びがあって雰囲気めっちゃいいです。裏もちょっとこう色あせた感じとかが雰囲気いいですね。サイズ表記ないんですけれども、僕が着て少しゆったりするヴィンテージスウェットで大きめのいいサイズ感ですね。じゃあ無地なのでめちゃくちゃ使えると思います。こちらで6800円に消費税です。続きまして、こちらはフルジップのヴィ、ンテージスウェットですね。セパポケです。タグがシアーズの XL ですね。裏状態めっちゃいいです。サイズ表記 XL なので僕が全然着れるサイズ感ですね。やっぱヴィンテージスウェットだとサイズちっちゃいものが多いんですけれども、やっぱ XL 表記はかなり魅力的なサイズ感だと思います。こちらで 12,800 円に消費税です。続きまして、じゃあセーター、ラルフローレンの、コットニットですね。サイズ表記 XL です。こちらも程度いいですね。こちらサイズ表記 XL なので僕が着てゆったりするいいサイズ感ですね。で僕も何着かラルフのコットニットは持ってて、秋冬めっちゃ使います。本当に使えるんでおすすめですね。こちらで6800円に消費税です。続きましてパタゴニア行きます。パタゴニアのダウンベスト、サイズ表記 S ですね。こちらダウンパンパンに詰まってます。状態かなり綺麗です。裏も状態いいですね。サイズ表記 S なので僕が着て少しちっちゃいかなっていうサイズ感です。色グリーンかなりかっこいい色ですね。こちらで9800円に消費税です。続きまして、パタゴニアのシンチラフリースのベストですね。サイズ表記が XL です。フリースも状態いいですね。裏も状態いいです。サイズ表記 XL なので僕が着て少しゆったりするいいサイズ感ですね。旧下にパーカー着てみても可愛いかなと思います。こちらで6800円に消費税です。続きまして、こちらは R4 の
フリースベストですね。じゃあサイズ表記が M サイズです。こちらもフリースの状態かなりいいです。ここに R ですね。裏も状態いいですね。じゃあサイズ表記 M なので僕が着てジャストですね。こちらで9800円に消費税です。続きましてスナップティーいきます。こちらタグですね。じゃ新品のタグつくんでかなり状態いいですね。サイズ表記がちょっとつかないのでおそらく XL ぐらいあると思います。裏もしっかり状態いいですね。僕が着て少しゆったりするいいサイズ感ですね。こちらも秋かなり使えると思います。こちらで9800円に消費税です。続きましてこちらもこちらは R4 のフリースですね。じゃサイズ表記が XL です。うちはパタゴニアかなり状態重視してアメリカで買い付けてるんで状態いいもの多いんでこちらもフリースの状態いいですね。裏も状態いいです。ここにパタゴニアのタグがつきます。ネイビーと黒の配色かなりかっこいいですね。じゃサイズ表記 XL なので僕が少しゆったりするサイズ感です。こちらで12,800円に消費税です。続きましてシェルドシンチラ80年代ですね。サイズ表記 L です。こちらも状態いいですね。デカタグついて。裏もナイロンの状態いいですね。サイズ表記 L なので僕が着てちょうどいいサイズ感です。鮮やかな青かっこいいですね。こちらで9800円に消費税です。続きましてこちらもシェルドシンチラ、こちらも80年代のシェルドシンチラでサイズ表記 XL ですね。こちらもナイロンバキバキで状態いいです。裏も裏のフリースも、まあ、状態いいですね。サイズ表記 XL なので僕が少しゆったりするサイズ感になってます。こちらで12,800円に消費税です。続きましてじゃストームジャケットです。サイズ表記 S サイズの鮮やかなレッドですね。状態も綺麗です。裏も状態いいですね。サイズ表記 S サイズなので僕が着てジャストのサイズです。こちらもやっぱ秋冬はかなり使えるアイテムかなと思います。こちらで9800円に消費税です。続きましてこちらフルーツオブザルームのデッドストックのポケットティーですね。サイズ表記 S サイズです。デッドストックなのでちょっと中は開けられないんですけれども、じゃポケットティーでやっぱなかなかデッドストックで出てくるのも数少なくなってきたかなと思います。こちらで5800円に消費税です。続きましてこちらラルフローレンの、コットンの、パーカーですね。色目かなり綺麗です。状態も綺麗ですね。サイズ表記がないんですけれどもリバーシブルタイプになってます。こちら僕が着てちょうどいいサイズ感ですね。 M サイズぐらいだと思います。こちらで6800円に消費税です。続きましてアディダスのナイロンジャケットいきます。じゃタグがこちらの 90s のタグですね。
サイズ表記 L です。じゃ白と黒の配色で状態もいいですね。じゃ L サイズなので僕が着て少しゆったりするいいサイズ感ですね。こちらで6800円に消費税です。続きましてラルフローレンのキルティングジャケットですね。こちら新品のタグ付く状態ですね。状態めちゃくちゃいいです。ちょっと大人な雰囲気で着れるかなと思います。じゃあサイズが XL ですね。 XL なので僕が着て少しダボっとするサイズ感になります。こちらで6800円に消費税です。続きましてヴィンテージのキルティングジャケットいきます。こちらブラックです。サイズ表記 L サイズですね。じゃリブがネイビーでツートーンになってます。裏も状態いいですね。じゃサイズ表記 L なので僕が着てジャストサイズです。じゃ黒めちゃくちゃかっこいいと思います。こちらで12,800円に消費税です。続きましてカバーオールいきます。じゃ60年代のカバーオールですね。ノーブランドです。じゃ 裏地付きですね。ボタンがこれです。ところどころ少しダメージはあるんですけれども雰囲気抜群の一着ですね。この後ろの焼け感とかもかっこいいです。じゃあ僕が着てちょうどいいサイズ感なのでおそらくサイズ表記36か38あたりだと思います。やっぱちっちゃいサイズのカバーオールはほんと出てこないんでおすすめですね。こちらで 15,800円に消費税です。続きましてこちらも定番ですがブラック357のミディアムショートですね。ミディアムショートはもう本当にいいサイズ感で着れるやつですね。状態もデッドストックなので綺麗です。僕が着て本当にいいサイズ感ですね。こちらで 15,800円に消費税です。続きましてリーバイスのボアジャケットですね。サイズ表記42です。おそらくもともとクリーム色っぽかったのが少し白に変わってます。雰囲気いいですね。裏もなんとかなく状態いいです。リブに少しダメージがあって僕は好きな雰囲気ですね。サイズ表記42なので僕がゆったり着れるいいサイズ感です。こちらで 15,800円に消費税です。続きましてラルフローレンのブランケットですね。こちらも新品の状態です。柄綺麗ですね。もう少し時期経って肌寒くなってきたらかなり使えるアイテムかなと思います。タグがこちらですね。こちらで7,800円に消費税です。続きましてバンダナです。今回はちょっと同じ柄のものを3枚用意しました。全部上蔵ですね。柄は全部これをこの柄ですね。この柄です。全てこの柄になってます。可愛いですね。こちら3点で6,800円に消費税です。続きましてこちら民間のベイカーですね。ベイカーパンツです。こちら普通のベイカーパンツと違って少し素材が違うんですよね。コットンなんですけどもちょっとツヤのある感じで珍しいと思います。ちょっとこう
汚れが飛んだ雰囲気もいいですね。裏もこういう感じでペンキ飛んでて雰囲気いいです。そジッパーの持ち手の部分だけが少し飛んじゃってまして、それ以外は状態いいです。なかなか見ないものなのでかなりおすすめですね。こちら実寸でウエスト29のレングス29です。僕が少しウエストちょっとちっちゃいですね。こちらで6800円に消費税です。続きましてリーのコーデュロイですね。じゃあコーデュロイの状態いいですね。まだちょっと光沢がある感じが。じゃあジッパーは YKK です。で裏も状態いいですね。こちら実寸で30日給ですね。僕が少しちっちゃいサイズ感になります。こちらで7800円に消費税です。続きましてこちらリーバイスのコーデュロイパンツ519のブラックです。ブラックなんですが色が退色してて少しグレーっぽくなってます。この雰囲気もかっこいいですね。ジップは YKK です。裏もいい雰囲気ですね。じゃあ実寸が3インチ日給、僕が履いてちょうどいいサイズ感ですね。じゃあ黒の T シャツとかに合わせて秋冬着てもかっこいいと思います。こちらで7800円に消費税です。安いです。続きましてじゃあリーバイスの USSA です。今っぽい色落ちですよね。状態かなりいいです。またもダメージないですね。パッチ表記がウエスト32のレングス34です。で実寸の方が少し縮んでて、ウエスト31の32になってます。僕が履いてウエストはちょうどいいサイズですけどちょっとレングスが長いです。こちらで9800円に消費税です。キュッパーです。続きましてヴィンテージいきます。こちら60年代のシアーズのペインターパンツですね。色残りかなりいいです。じゃ裏地に少しパンツの裏地がついてるタイプですね。じゃ秋冬に持ってこいだと思います。こちらのシアーズのちょっと取れちゃってるんですけど上がついてます。じゃ実寸が3430、僕が少しダボっとするサイズ感ですね。これからの時期本当使えると思います。こちらで19800円に消費税です。続きましてこちらリーバイスの505ですね。こちらジップが42タロンです。こちらかなりクラッシュなんですけれども、このちょっと雑なリペアの感じが雰囲気めっちゃ良くてかっこいいです。裾もカットオフされてます。裏もこういう感じでリペア入ってますが雰囲気抜群ですね。こちらシングルステッチのスモールEです。耳は、つかないタイプですね。こちら実寸で3230なので僕がちょうどいいサイズ感ですね。じゃあ履いてみると分かるんですけど本当にかっこいいんでおすすめです。こちらで29800円に消費税です。続きましてダブル X いきます。こちら色落ちいいっすね。ヒゲ出てて裏も綺麗な縦落ち入ってます。こちら隠しリベットにカッパーです。でパッチがもうついてるんですけれども、こちら紙パッチの年代ですね。じゃサイズ表記が少しちょっと薄れちゃって見えないんですけれども、レングスの方は29で見えますね。しっかり裾もオリジナルです。
じゃあ302実寸で302級なので、僕がほんとジャストサイズで履けるサイズ感ですね。このぐらいの色落ちならオールシーズンで履ける色落ちだと思うので、かなり使えると思います。こちらで98,000円に消費税です。続きまして、先ほどと同じ年代のダブル X です。マッコンですね。本当にマッコンです。じゃあパッチの表記もしっかり見えます。ウエスト30のレングス34、少しレングス長めですが、裾はオリジナルです。1点ここにダメージがあるんですけれども、もう本当にマッコンですね。こちら実寸で日給31なので、僕が少しちっちゃいサイズですね。こちら入る方には本当におすすめです。こちらで198,000円に消費税です。続きまして、こちらもダブル X です。いいヒゲ出てますね。濃淡はっきりしててかっこいい色落ちですね。こちらはダブル X なんですけれども、じゃあ隠しリベットで銅ですね。そしてセンターループ、センターループということはカーパッチの年代ですね。こちら実寸で、ウエスト36のレングス34です。僕にはちょっと大きいんですけれども、サイズハマる方にはおすすめですね。いい色落ちですね。オールシーズン使えます。こちらで298,000円に消費税です。続きまして、こちらフェイクアルファの商品なんですけれども、オンラインストアのフェイクアルファの、カテゴリーの方からチェックできますので、よろしくお願いします。それでは商品紹介させていただきます。こちら 50s のマクレガーのプリントネルです。赤黒のチェックでいいチェックですね。サイズが ML16 サイズですね。裏も状態いいです。サイズ16なので、僕がちょっとゆったり着れるいいサイズ感ですね。じゃあ配色かっこいいですね。こちらで29,800円に消費税です。続きまして、こちらも50年代のプリントネルです。こちらはサイズ表記 S サイズです。こちら赤と黒の千鳥格子ですね。こちらもダメージなく状態いいですね。サイズ表記が S サイズなので、僕が着てちょっとジャストサイズです。千鳥格子も珍しいですよね。こちらで25,800円に消費税です。最後にこちらも千鳥格子の、プリントネイルなんですけれども、こちらデッドストックです。サイズが15ハーフ、こちら黄色と黒ですね。黄色と黒珍しいですね。ほんとデッドストックなので状態バキバキです。15ハーフで僕が着てちょうどいいサイズ感ですね。黄色黒かっこいいですね。こちらで35,800円に消費税です。本日の紹介は以上になります。ベルベル人の方で委託買取を行っております。ジージャンの本が発売されるという、発表がありましたので、特にファースト、セカンド、サードの買取を強化しております。よろしくお願いします。